ゆっくりしていってね。こんばんは皆さん。前回、いよいよチェルノブイリ原子力発電所に乗り込んでからの続きです。何やら声が聞こえる。スコーチャーのアンテナ付近で聞こえたのと、同じような内容だな。これがモノリスの声ってやつか。無機物が気軽に喋るんじゃないよ。敵の反応多数感知。多分モノリス派だな。この音は、未来銃か。どこから撃ってきた。いや、遠すぎるだろ。ここ建物の中だぞ。暗いってのもあるけど、姿が見えないくらい遠いってのはどうなんだ。ダメだな。VSS でも見えない。もうジグザグに走って、強引に近づくしかない。一本道で特攻することになるとは。倒したか。怖え。まあ RPG じゃなかっただけマシか。RPG だったら、差し物私もブチギレてたな。未来銃ゲット。でもまあ。ですよねー。弾が入ってないのは、想定済みだよ。まあたとえ入っていても、多分数発しか撃てなかっただろうし、試し撃ちしたら捨ててたな。建物の中ぐらいの距離なら、VSS で十分すぎるだろうし、弾もこっちの方があるし、さっきは予想外に遠かったけど。なんかここ、明るいせいか、パイプが白いせいかわからないけど、ライトつけると眩しいな。ライト消すか。まあ明るいのはいいことだ。家庭、さすがラストダンジョン。おとなしく VSS 使うか。なんだあいつ。撃たれたのに、悠々と歩いてやがった。ネメシスかお前は。マジ怖え。ここってこんな奴らばっかりなのか。ドキ、ネメシスだらけの発電所。職種もあるよ。誰が得するんだ。ていうかさっきから、ガイガーカウンターが発狂してる。ものすごい勢いでガリガリ言ってる。さすがとしか言いようがないね。ここまで放射能まみれだと、逆にすがすがしい。どこに放射能があるかビクビクしなくて済むからね。妖精まみれの発電所か。少なくともネメシスまみれよりは、3億倍マシだな。おっと、危ない危ない。さっきの部屋から出てきたのか。相変わらず頭がよろしいようで。VSS 使った方が良かったかな。まあいいか。これは、VSS の弾じゃないか。なんということだ。ここまでは希少品だったのに、ここに来てドロップアイテムに格下げ。敵がそこら中にいることを考えると、ラストダンジョン手前の道具屋に、エクスポーションが売ってた時のような心境。よく考えたら、ラボでも売ってたな。そこまでの衝撃じゃないのか。というか、思いっきりラスダン手前の道具屋に売ってたんじゃないか。またたとえとして破綻していた。畜生。放射能きついな。アンプル20個持ってきたけど、足りるんだろうか。なんか足りない気がしてきた。そういえば赤い森でも、20個持って行って足りなかったし、博士スーツがどこまで耐えてくれるかにかかってるな。この音は、ショットガンか？この距離でショットガンはねえよ。そういえば、今使ってるショットガンの、さらに上位ってみなかったな。ひょっとして、こいつが今使ってるやつがそうじゃないか？おっと。少し迂闊だったか。あんなにあっさりやられるとは。これは、スパス？やっぱり上位のショットガンあったんじゃないか。パラサイト異物では結構使ってたな。試してみるか。重量警戒して、今までのショットガンを置く。と、ショッ
これでも重量オーバーじゃないか。さすがにこれ以上捨てるものはないよ。パラサイト異物で使ってた奴らは、本当にダメだな。どこぞのスラッグといい、ミストに帰れ。後ろがガラ空きだぜ。おっと、結構近くにいた。危なかった。でも機械だけあって、ヘッドショット余裕でした。というか目の前で仲間の頭が吹っ飛ばされてたはずなのに、なんで気づかなかったんだ。真っ黒いコンタクトでもしてるのか。ところで私、今結構スニーキングできてる？ VSS 効果がこんなところにも、頼もしい限りだ。Whatever you wish, it will be granted. うわ、なんだ今の。Come to me. でけえ。なんか SFB 級映画に出てきそうなフォルムしてやがる。弾は GP37 と同じか。スコープも、同じく中心が円になってるな。せっかくだし、ちょっと試してみようか。Come to me. You will gain what you deserve. よし、これは重量オーバーにならなかった。スパスは見習うべき。さて、的はどこだ？多分腐るほどいると思うけど。いた。これは、どうだろう。もう少し使ってみるか。ちょっと待って。あれはダメだ。動画ではわからなかったと思うけど、射撃中、旋回性能がありえないくらい落ちた。あれじゃ動く敵には、まともに当たらないよ。おとなしく GP37 と VSS で進んでいくか。弾切れでもない限り、この二つがあれば進めるでしょう。まあ弾切れの予定は当分ないけど、GP37 は元より、こいつら VSS の弾も落とすしね。今までは、補給の目処が立たなかったから、VSS 使うことに結構消極的だったけど、これからは気兼ねなく使っていけそうだ。Your path ends here. Come to me. 階段か。っていうか足見えてるし、コンクリート踏み抜くとは、どんな脚力してるんだ。銃じゃなくて、生身で戦った方が強いんじゃないか。しかもここ、吹き抜けになってるし、これはひどい、上から狙ってくださいと言ってるようなものじゃないか。こんな立体的にカバーしきれるのか。不安になってきた。おまけに壁が白い上に暗い。ライトつけないと見づらいし、ライトつけると眩しい。こんなどうでもいいところで、細かく嫌がらせしなくていいから。今思えば、ナイトビジョン使えばよかった。ここ別に怖くないから、懐中電灯に固執する必要なかったね。今までずっと懐中電灯だったから、考えが回らなかったよ。この音は、未来銃か？今までに比べれば、ものすごい至近距離で狙ってるな。未来銃が鳴くぞ。そんなこと言ったら、私の VSS も泣いてるんだろうか。なんかここに来てから、狙撃ってほどの距離で撃ってないし、セミオートにしてるけど、連射とかもしちゃってるし、違うんだ VSS、別に君を狙撃銃として見てないわけじゃないんだ。ただ君が、あらゆる距離や、あらゆる状況に対応できるような、オールマイティな武器であることを、私が認めてるだけなんだ。遠距離での狙撃はもちろん、近距離での競り合いまで、君に助けられた場面は数知れない。君は間違いなく、私が持ってる中で最高の武器だよ。わかってくれるかい？なら涙を拭いて、君に涙は似合わない。そう私が言うと、武器なんだ、とつぶやくんだ。私が聞き返そうとすると、当たったとはぐらかすんだ。かわいい。まあ今は GP37 使ってますけどね。確かに VSS でも競り合いはできるけど、狙ってするならさすがに GP37 使うよ。モノリスール製。さっきから何回同じこと言うんだ。私の望みが分かってるとか、ふさわしいものが手に入るとか、
言ってることがうさんくさすぎる。あなたの頭上に強制が輝いてるから、この壺を買わないと不幸になるとかと同じレベル。今時そんな煽り文句流行らないよ。The time has come. I see your wish.危ねえ。またすごいタイミングでジャムったし。最近ジャミングが、本気で私を殺そうとしてる気がする。うわ、なんだこれ。カオスすぎる。そういえばなんか、この入り口から先に来なかったな。また結界か。ミニマップ的に、あそこが目的地か。来たか。どうやらあとは、モノリスを見つけるだけらしい。ということは、ここが石棺の中？そこら中にコンクリート片落ちてるし、多分そうなのかな。密閉されてないのは分かってたけど、こんなにオープンだったとは。おっと、何これ？新手のアノーマリー？探知機が反応ないのは、もういいや。ボルトが反応ないし、違うんだろうか。まあいいや、さっさと先に進もう。放射能も大変なことになってるし。そりゃそうか。この石棺は、事故のあった炉心の周りに作られたものなんだから。放射能まみれどころか、放射能そのものに突っ込んだようなものだしね。現実世界でも、当時炉心の中にあった燃料の、およそ 95% が、未だ石棺の中にあるという、重量にして、およそ4トン。詳しくはウィキ参照。あれが、モノリスか。すっごい光ってるし。わかってたけど、イメージと全然違うな。もっとモノリスとしての自覚を持ちなさい。これはワープ装置か？これでモノリスのところまで行くんだろうか。どこここ。モノリスのところまで行くと思ったら、麻薬に飛ばされたし、どうなってやがる。バグか。バグかと思ったら、あそこから回り込めるようになってたっぽい。なぜこんな回りくどい構造にしたし、普通にモノリスの前に飛ばせばいいじゃないか。とうとう来たな。改めて見ると、すごい存在感だ。本当に願いを叶えてしまいそう。何？下になんかメッセージが出てるような。願い事をするコマンドが出たし、でももっと長いやつがあったような。不老不死？なんか変わったね。今度は人類を滅ぼすとか、物騒極まりないこと言ってるし、これひょっとして、触る場所によって変わるの？変わらなくなったっぽい。まあいいか。それじゃあそろそろ、やってみるとするか。私の妄想が、全部現実になりますように。何から言えばいいのやら。とりあえず私の知る限り、
何が起きたか説明しようか。このストーカーというゲーム、実はマルチエンディングなんだよ。聞くところによると、エンディングは6つか7つくらい用意されてて、うち1つがブルーエンド、他は全部バッドエンドという、ひどい鬼畜仕様。で、誰がどう見てもわかるように、今のはバッドエンドみたい。マークドワン本人は、見たことないくらい嬉しそうだったけど、あんな笑顔初めて見たよ。で、それは事前情報として知ってたので、私は覚悟していたんだ。たとえバッドエンドに行き着いても、動画にブルーエンドを付け加えることはしないと。私や皆さんと一緒に冒険していたマークドワンは、こういう結末を迎えたんだ。だから下手に付け加えるよりも、そのまま終わらせた方が、綺麗に収まるんじゃないか?と、あれを見るまでは思っていた。いや、さすがにあれはねえよ。謎が全部投げっぱなしじゃないか。なんでマークドワンが記憶喪失になったとか、なんで自分を殺せっていうメッセージ持ってたとか、毒の話、モノリスが幻覚とかその辺の話も、全部謎のままだし、私が何より許せないのは、マークドワンが、最後の最後で金に走ったことだよ。金は命より重いとはよく言ったもので、確かにお金は尊いものだよ。でも、動画にして30以上、時に笑い、時に涙し、時に興奮しながら、私と一緒に数々の視線激戦を、ただ金のためにくぐり抜けてきたなんて、到底信じられないよ。というか信じたくないよ。果たしてこのまま終わらせることが、綺麗な終わり方だと言えるんだろうか。少なくとも、私はそうは思えないよ。というわけで、私とマークドワンの冒険は、もうちょっとだけ続きます。最後までお付き合いいただけたら幸いです。プリピュチでデコーダーをゲットしてるから、ブルーエンドへのフラグは立ってるっぽい。そういやこれ使ってなかったな。今回はこれで終了。次回、最終回。最後まで、ゆっくり見てね。